紹介させていただきます。第27回全国自主売サミット in 小鹿野歌舞伎郷土芸能祭開催のご盛会をお祝い申し上げます。皆様には常日頃より大変お世話になり、深く感謝しお礼を申し上げます。伝統芸能の継承の一端を担うご関係者のご尽力に敬意を表するとともに、ご参集の皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。令和6年10月吉日、参議院議員自由民主党議員会長、参議院議員関口正和様。第27回全国芝居サミット in 小鹿野歌舞伎郷土芸能祭が、多くの皆様のご参加のもとに盛大に開催されますことをお喜び申し上げます。開催にご尽力されました森町長をはじめとする小鹿野町実行委員会の皆様に厚く御礼を申し上げます。歌舞伎や神楽など郷土伝統芸能が一堂に会するこのイベントが、小鹿野町の魅力を広く発信して地域活性化につながることを期待しています。本日ご参集の皆様のご健勝とご多幸を心より記念いたします。令和6年10月20日参議院議員古川俊治様。第27回全国自主売サミット in 小鹿野、第52回小鹿野町歌舞伎郷土芸能祭が2日間にわたり盛大に開催されますことを心よりお喜び申し上げます。自芝居の聖地小鹿野歌舞伎の歴史を守り受け継ぐ皆様の功績に多大なる敬意を表します。今回のサミットが充実した楽しい2日間になりますようご祈念申し上げます。参議院議員前埼玉県知事上田清司様、いただいておりますが、時間の関係でお名前だけのご紹介とさせていただきます。埼玉市長清水隼人様、川越市長河井義昭様、川口市長奥の木信代様、鳩山町長小川智也様、埼玉キワニスクラブ会長吉村正和様、以上でございます。それでは小鹿野歌舞伎保存会による清滝山誉れの乾杯をご覧いただきましょう。紹介を山本さんお願いします。はい、山本です。たびたびお邪魔して申し訳ございません。清田さんはね、本当に滑らかでうまいんですけども、自芝居の解説ということでご了解ください。よろしくお願いします。清田家も誉れの乾杯、小鹿野町で作りました小鹿野独自の、歌舞伎ということで、これから皆さんにお届けしています。平成22年にこの芝居を作りました。お作りになったのは、小鹿野町の高田哲夫さんです。地元の方にはですね、地元の伝説を脚色して、小鹿野歌舞伎の脚本を台本を作っていただきました。本当にありがとうございます。で、内容はですね、戦国時代の物語です。小鹿野町に氷城という戦国城下がございます。氷城は、八幡城、寄居町にあります八幡城を守っていた北条氏国の、市長として作られたんですけれども、内々伝説がありまして、氷城の城主菅部遠藤の家の定数、これから出てまいりますけれども、武田信玄と戦っていました。ある時、武田信玄の家臣が攻めてくる時に酔っ払って寝込んでしまいまして、奥方がですね、波の高くて武田勢を追い返したという不甲斐ない伝説がございます。こういうことがあってないわけはいけないんですけども、その背景にはこういうことがあるんじゃないかということで、高田哲夫さんがですね、素晴らしい関係に仕上げていただきました。実はこういう物語があったんだというね、それは変身様子も書かれています。変身若様感の様子などの深い友情関係、それから、子役が出てくるんですけども、ちょうど諏訪部さんのですね、奥方おまき、奥方奮戦伝説の主人公なんですけども、この間にお子さんがいたんですけど早く亡くなっちゃいました。で、変身若様感、これは武田信玄の家臣だったんですけども、武田
武田勢と不安な職場に入ってきて、ここまで今まで剣術道場を開いていたという先生です。その子供小太郎を人質として諏訪部に差し出していたんですね。まあ子供を早く亡くした段階でしたので、諏訪部としてはこの辺のお子さん小太郎を大事に育てていたんです。そこにまた状況が変わって、また武田勢との合戦が始まるんですけども、この小太郎はなかなかいい働きをするんですね。その点もぜひ注目していただきたいと思います。小太郎はたまたまなんですけども、原作者の高田哲郎さんの孫が今日務めます。その辺まで楽しみながら、町芝居らしいところなんですけども、まあ、日向競馬の方に考え、まあ、この土地ですか、埼玉県の地方地方ですから、北条氏国という勢力と武田信玄の勢力のちょうどぶつかるところ、その勢力のぶつかるちょうどぶつかってしょっちゅう合戦に起こっていた、まあ、そんな小川町の日尾城という場所で展開した、まあ、親、それから、中野同士が現状、それをうまく描いていただいた活気だというふうにご理解いただきたいと思います、まあ、今日ご覧になる方 もうほとんど初めて、ご覧いただくと思うんですけども、この辺のところを汲み取っていただいて、日尾岳山の考え、大野上古村会が平成22年の初年以来、4回目の上演になると思うんですが、ぜひ何の意思で答えて、いい仕上げに仕上げていきたいと思っております。ぜひご期待ください。よろしくお願いします。それでは小鹿の歌舞伎保存会による日尾岳山狛江の乾杯、どうぞご覧ください。
出すだろう。身を引く吉妻、人は死んだ。
気持ちよくと堀へとどめ首すを返して大将
ば色をめとまり殿はこたるを乗り出さりことのほかの満月家の権利もすっかり晴れ申したぞ。それは万端かたじけのうござる。この上なき喜び義経ただただ御礼申し上げ立てまつる。さては大事なん。義
失なく住の味気なし、足せな殿。さ
染めるのでござん。我が身のおける立場から前へ手ご助力いたすけど、なる妙見菩薩、阿修羅を御分祈り上げ立てまつ。Thank you.
ことだ。お前を捕らえて、よっしゃ、おびき出してやる。どこかへ行くし、どこかに行くし、どこかに行くし、だろう、そのまげと、すりのけ。Oh!
は決して運河ではございません。これ小太郎やお客さんちゃんとご挨拶なされ。挨拶は先ほどいたしました。もうおじさん。お、確かに。このまま来客中なれば
だと。すわめを同じにひるむでないぞ。それ。わしの身が起こしてしまいました。最後
しも。ここは浜と歌舞伎と名水の町。だったら。大将、お、その美化温水を飲むと肌がすべすべつるつるになって長生きすると。なるほどな。それで観客席の人たちは皆長生きした美男美女ばかりと言えますな。上にはなりつけ、今年も
す美の上の下にかじけぬ白目の香りを伏せぬけなげさに親と名乗れぬ悔しさつらさ鬼も恐れぬ義経はあれの心に叶えつつ我が子に宿す人しずく網の物めくりをかき、こう
家老ともどもに再び仕官少し思いのまま、その心根を試さずとてよいでしょいでの疑いは各々見事に晴らされて、抱きし疑心恥ずかしや許してくだされ、この通り。それまで真実は重ねては何を隠そう、それが知とて雲入に迷う狩金の声も聞かずとも偽り。それかつては武田のしんなりしみどもが前に身を投げ出したる貴殿が信頼、何とて裏切ら両家とて拙者が心は気は回りたり、いや思わず必死と手を取りて互いに見かわす眼差しに固く結びし真理の色清岳山稲におもむる松の双葉に、あの
者をすでに察したともに、わけあってとは、このことよ。このこととは、なれは義経殿の子、辺見小太郎義清殿。これより出て入りに堂々して、小沢口の道場へ戻るがよい。ありにもさあぞお待ちかねのことでござろうぞ。いやじゃいやじゃ、どのようなわけがあろうとも、私はこのお城の和田津波の小太郎じゃ。記念の大切なる行いは、よそな天皇さんとて、わたずりの和尚をしたのに、知恵を授けてもらおうたいね。ずいぶん賢いお子になり申した。まこと血筋は争えぬものと、おまきともよもく語ろうたことでござる。
様これにて戸はつかまつ。
不要竹山の動画の楽曲のプレイでございます。大熱意ですね。では役者と俳優の会長から一言ずつだけ、おめでとうございます。ツアーで鳥取県から佐々木役に出る竹雄から一言だけお願いします。なかなか稽古も全員集まることなく、あくまで仕事するのにはできなかったんですけども、この方たち皆さん見ていまして、大変ありがたいと思います。またご一緒に他の場所にいらしてください。ありがとうございました。時代の呼吸を取り戻りました柴崎義一大夫。新作歌舞ということでですね、私も、もう師匠が亡くなっちゃったんですけども、その人からも教わってなかったので、その人のビデオを見たりして研究して、この芝居に真似合わせました。本当に、拙い芸でしたけども、皆さんに熱心に見てもらって本当にありがたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。これが役者ですけど、裏方を務めた方全員紹介されるってことなので、すぐ出ていただけますか。ご全員いるんですね。小川の歌舞伎ゾーン隊の裏を務めました全員。はい、舞台の前にお願いします。黒子の方、化粧の方、衣装着付けの方、カツラの方、鳴り物の方、三味線の方、全員お願いします。顔をお見せになっていただきせっかく前に行きますからね。一回役者が後ろで、裏方さん前でご紹介します。はい、裏方の方です。どうぞ。明るい声でしょ。明るい声。なかなかここまで来る気がないですけど。どうぞ。はい、こういうメンバーでですね、岡田歌舞伎ご参加、新作歌舞伎、伊予竹山の丸の乾杯、無事上演することができました。最後に、岡田歌舞伎ご参加、会長、堀内武城にお願いのご挨拶申し上げます。ご紹介いただきました、歌舞伎ご参加会長、堀内でございます。今日はですね、本当に大勢の皆さんに最後までご参加いただきまして本当にありがとうございます。私どもご存会も50周年を迎えました。そしてですね、去年の2年間にまたこの地元の作曲をした高田先生のものをですね、上演いたしまして、これが私たちのまた宝になるかなという、そんな感じで私ども思っております。これからも一生懸命精進し、皆様にお考えいただきますようによろしくご指導、ご鞭撻をお願いし、また皆様方のご多幸をお祈り申し上げまして、簡単でございますけれども挨拶に返させてもらいます。ありがとうございました。このまま閉会式に行きますけど、原作者の高田先生、2列目にご参加だったので、ちょっとお立ちになります。高田哲夫さんです。ありがとうございます。それでは、閉会式に行きます。
さん、こんにちは。全国芝居サミット in 小鹿の最後までご覧賜ってまいりまして誠にありがとうございます。最後のトリを務められました小鹿の歌舞伎保存会の清竹山生まれの乾杯、小太郎さん、本当に素晴らしい熱演でした。ありがとうございます。ありがとうございました。それではサミットがですね、末永く続けられるというふうに思っておりますので、ここで、サミット宣言をさせていただきます。よろしくお願いいたします。サミット宣言。この度、第27回全国芝居サミット in 小鹿野が埼玉県芸術文化祭2024小鹿野町歌舞伎共同芸能祭と合わせて小鹿野歌舞伎の本拠地花と歌舞伎と名水の町小鹿野で開催されましたことは芝居の保存振興にとってサミットが誠に良い機会であることを多くの方々と確認することができました。開催した2日間で小鹿野歌舞伎保存会をはじめ子ども歌舞伎、女歌舞伎、中学生の歌舞伎、また小鹿野町独自の新作歌舞伎など私たちの地域で活躍する地芝居伝承の現状の一端を身近にご紹介でき多くの方々と意見交換、懇親することができました。また小鹿野町が誇る日本一豪華な歌舞伎舞台昨日の春日町屋台での屋台歌舞伎上演を春日町の方々の総力を挙げて実施できましたことはこの地域の持つ伝統文化の素晴らしさを多くの方々に知っていただく上で大変価値のあるものと思った次第でございます。また本日の基調講演では当庁が行ってまいりました歌舞伎のまちづくりのこの30年間のさまざまな事業について報告が行われました。私たちは地芝居を通して日本人の心のふるさととも言える世界遺産歌舞伎を最も良い形で未来に生きる全ての人々につなげるよう最善の努力をすべきであると強く感じております。地芝居を取り巻く環境は近年新型コロナウイルス感染症による祭りやイベントの中断などさまざまな問題に直面してきました。また少子高齢化による人口減少市町村合併地域の経済状況の厳しさなどがあります。それに加えて異常気象と全国に広がる自然災害は、これまでの常識が通用しない事態を招き伝統継承にも非常に難しい面もございます。しかしこれらの課題を乗り越え新しい時代の対応が求められております。このサミットの開催が問題解決の良い機会となったことと考えております。芝居は幅広く地域に浸透し地域振興に大きな役割を果たしそれぞれの地域を盛り上げていく要素であることが注目すべきものと考えます。今後も我が国における伝統文化のネットワーク作りを進めそれぞれの地域団体が誇りを持って自立し充実したものに発展するよう求めます。
第27回全国地芝居サミット in 岡野では、これらの実現に力を合わせて努力していくことを、ここに力強く宣言いたします。令和6年10月20日、第27回全国地芝居サミット in 岡野実行委員会会長、岡野町長、森慎太郎、大変ありがとうございました。皆さんの、ご多幸を記念して挨拶を返させていただきます。